やあ、クリプトクルー、僕がいなくて寂しかった。そうだといいな。というのも、富を築くための最良のツールとは何かという古くからの疑問に挑むためのいくつかの動画を用意したからさ。さあ、耳を傾けてみて。これはプロたちから得たゴールデンナゲットだよ。チェックしてみて。もしあなたが通勤時にコーヒーに5ドル、フードトラックでのランチに15ドル、高額な交通費に4ドル、お菓子に2ドル、不要なサブスクリプションに1ドル40セントを使っているとしたら、毎年1万ドルを使っているのと同じことです。その代わりに、家でコーヒーを50セントで入れ、交通費を半額に抑え、4ドル50セントでランチを持参し、お菓子を我慢し、不要なサブスクリプションを解約すれば、年間で7810ドルの節約になります。そしてもし、そのお金を抵抗そのインデックスファンドに投資し、年平均 8% のリターンを得られれば、30年後には100万ドル以上の資産を持つことができます。注目に値する戦略だよね。個人的には職場で売っているナッツ風味のコーヒーを諦める準備はできていないな。もしかしたら家で作る方法を学んで持っていくかも。みんなはどうやって節約していますか？コメントで教えてね。でも主な目標は単にできるだけ多くの資金を節約することではなく、それを増やす方法を見つけることであるという見方もある。それでは聞いてみよう。本当に本当に裕福な人々は貯蓄について考えません。彼らはどうすれば私の1ドル1ドルがもっと生産的になるかを考えます。貯蓄している人々はどうすれば何も使わずに済むかを考えます。収入を得て成長している人はどうすれば使った全てのドルが友人を連れて自分の元に戻ってくるかを考えます。そして私はそれが物質的なものだと思います。それを増やす。そうですね。単にここでマットレスの下にそれを貯めておくだけではなくてね。わあ、実際に私の貯金はマットレスの下にあると役立つんだ。冬眠中に暖かく保ってくれるんですよ。でも今は中綿を買う代わりにお金を何かもっとどんぐりを稼げるものに投資しようと思ってるよ。新しいエピソードを見逃さずに常に一歩先を行こう。そしてハムスターはパワーだ。一人はみんなのために、みんなは一人のために。またお会いしましょう。